わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は金属ナノ構造や磁場を活用して新しい材料を作り出す研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科、米村博明教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。金属ナノ構造と磁場を活用して、新材料の開発を研究しています。ジュエリーに利用されている金や銀は、バルクでは金属光沢を持つ金色や銀色ですが、ナノサイズにすると赤や黄色などのさまざまな色を呈します。色以外にも優れた特徴を持っていて、ここに動画を示しますが、ナノ粒子金棒に光を集めるレンズのような役割を果たしている。このレンズのような役割の果たしている機能を、我々は有機薄膜太陽電池や有機 EL などの性能向上に使うということで研究を行っております。またこの有機太陽電池の性能アップのために、太陽光などの、強度の低い光において、ここに書いてある超波長の光を短波長のエネルギーの高いものに変えたり、逆に短波長のやつを、超波長に変えるという光の波長を変える材料の性能アップにも、ここの金属ナノ構造が役立つということを明らかにしています。加えて磁場がこのような光機能材料の特性を変えるということも見出して、いろんなさまざまな応用が考えられると思います。ふむふむ、それらの研究を生かしどのようなことに活用しておるんじゃ。今現在使われている時計や家庭用の電源に使われている太陽電池はシリコン系の太陽電池で、重さが重くて、有機薄膜太陽電池にすると、軽くて薄いんで、あとまたこう曲げたりできますんで、衣服とかいろんな場所に太陽電池を取り付けることができるんで、究極には衣服につけて、歩きながらスマホを見れるとか、そういうことに利用できるのではないかと考えております。あとはトンネルで今危ないガスが出た洗浄とかいうのに、酸化チタンという触媒が利用されているんですが、その触媒は紫外光しかに応答しないんで、この光の波長を変えるような材料を使えば、太陽光の光を有効に活用できて、いろんな場所で利用できると考えております。具体的にお見せしますが、ここに緑色の光を与えるとこう青色になっている。これ溶液なんですけど、実際使う時には固体状にして、これを有機薄膜太陽電池の上側に乗して、太陽光が来て、それを 緑の光を青くするということで、いろんな光が効率的に利用できますので、効率のいい太陽電池ができるということで、今使われているシリコン太陽電池が、究極には有機薄膜太陽電池に全て変わってしまうような未来があるかもしれません。米村教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。将来医療分野で応用したいと思います。具体的にはがんの治療として、光線力学療法と光を使った治療があるんですけど、生体透過性の高い波長の長い、近赤外の光を照射して体内で短波長の光にすれば、がんを確実に消滅できるという治療になるんで、有用な治療法にできるんじゃないかと考えております。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の活躍がますます楽しみじゃ。